ちは。富山新聞アラカルト氷見の時間です。今回は氷見市ハンドボール協会副会長の佐々木康俊さんにお越しいただきました。佐々木さんは元県ハンドボール協会長で元氷見高校ハンドボール部監督の金原至先生の教えをまとめた宝物はグラウンドの中にを出版しました。この宝物はグラウンドの中にの内容などについてご紹介いただきたいと思います。佐々木さん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、佐々木さんは、金原先生といえば県内、日本でもハンドボール協会、ハンドボールの中で有名な方なんですけど、はい、今回ついにその教えをまとめた宝物はグラウンドの中に、はい、でここに著書もありますけれども、はい、今回この出版この至った理由についてちょっとまず紹介していただけますか。実はですね、もう私と先生とはもう本当に長いお付き合いになるんですけれども、はい、今から21年前に私が富山の方に勤務だった頃、先生も富山の方に勤務で、氷見線でずっとこうご一緒する機会がありました、はい、それが3ヶ月間ぐらい続いたと思います。で、その時にですね、毎日こう1時間ぐらいですね、私と対面に座りながらいつも同じ、シートを私が取って朝取ってですね、でお話をしました。それが教育一般のこと、あるいは氷見のハンドボールをどう強くするかということ、この地域、氷見という地域をどう活性化するかということ、はい、いろんな分野にまで渡った内容でした。でこれがあまりにもいい素晴らしい内容でしたので、なんとかこう皆さんにこれを聞かせたい、あるいはお知らせしたいというふうに僕思ったわけです、はい。で先生には大変申し訳なかったですけれども、この懐にですね、カセットレコーダーを忍び込ませまして、で会話を全部録音させていただきました。でそれは3ヶ月間続きました。テープでいうと2時間テープが18本ぐらいになったと思います、はいはい。でこれをノートにこうダーッと書き起こしまして、でそれをこうワープロに打ち込んだと。でそういうことをもやって、実はタブロイド版のですね、先生というそういった記事を、2年か 3年ぐらいでしょうかね、氷見市内の、一部ご家庭にこう届けるというようなことを、やって、回覧板みたいな、チラシみたいなやつ、はいはい、そうですね、はい。で、それはそれで一度は終了したというか、大変、労働力とかお金とかかかる、忙しくなって、はい、ちょっと一時中止したんですね。はい、で一旦そこで終了してですね、でただ私としてはこれなんとか本にしたいというような気持ちは持っていました。あ、それも20年ほど前からもう、はい、温めてたわけ、温めてたということですね。ずっと持ってたんですけれども、ただ機会がなかった、はい。でそれが2011年の東日本大震災、3月11日の震災があって、自分ももうどうなるかわからないし、先生ももうどうなるかもわからない、ご高齢でいらっしゃるから、はい。でこれをなんとか早くまとめないと、もうひょっとしたら世に出なくなるかもしれないというふうに思ったのが一つきっかけです、はい。まずこの構成、本の内容、構成についてちょっと紹介していただけますか。はい、ですね、この構成というのは非常に私悩んだところなんですが、実は先生と私との話っていうのは長いものでありまして、でそれが常に途切れなくこう会話が進んでいくものですから、はい、会話がどういうその目的で話されているかという、そういうセンテンス作りができないような流れになっているんですね、長いもので。で私実はその長い話を話はここで切り替わったなというポイントをですね、全部こう切り取りまして、でその一つ一つに題名を作ったわけなんです。はあはあはい、ご自身でもとりあえず構成、はい、とにかく長い話の中を、はい、これはここだって、はい、カテゴリーを、そうですね、カテゴリーを作ったんです。で100ぐらい話あったと思いますけども、それを全部こう切り分けてですね、で項目をこう作ったわけです。でその項目、カテゴリー別にこうカテゴリー別というかグルーピング、大体これは同じようなことをしゃべって、これは同じことをしゃべって、グルーピングしたんですね。そうすると、6つぐらい の分類ができました。6章に分かれてる、はい、6章に分かりました。はい、でそれをその、1章につき大体、どうですかね、10から15ぐらいの、話があるんですけれども、その内容を見て、じゃあこのグループはこういう名前にしよう、それを全体を眺めながら作っていった。だから最初から構成を考えて作っていったわけじゃないんです。逆をやったわけですね。後から振り分けるという作業だったので、はい、それも大変な作業だった。
はい、ですね。で具体的にちょっとどういったタイトルをつけてるのか、はい、教えていただけますか。えっ、ー、とですね、第1章はですね、はい、人間の基礎を作る。第2章が勝利に進む心の持ち方、はい、第3章が話術とモチベーション、うん、第4章が指導における急所、はい、第5章がハンドボール技術に関すること、はい、そして第6章に揺るぎない組織を作ること、まあ、こういった形になっているんですけども、うん、まあ、第1章人間の基礎を作るというのは先生が子どもたちを育てるというふうなもの、うん、あるいは好きにさせる、物事を好きにさせるというか、はい、こういうスポーツを始める以前にあったらいいという素質、うん、こういったものをどうやって作っていくかという話ですね。あ、もう、はい、まさに初歩の段階、はい、ね、最初の一歩のところですね、はい、で2章の勝利に進む心の持ち方というのは、うん、勝負を決する時というのはどういう心理状態でないといけないか、あ、うん、なるほど、うん、局面、いわゆるもう競ってる場面とかという、はいはい、勝ち負けの競ってる場面でどういう心の持ち方だとその勝利を呼び込むというか、うん、相手に屈しないでもう一歩先へ行けるというか、はい、それをどういう心持ちだといいのかっていうようなことについて、うん、まとめてありました、ね、はい、で第3章は今度は指導者の立場になります。あ、で指導者はその教える側に対してどういう話術というか話し方をするか、うん、例えば一つのことをしゃべるにしても比喩を用いて喋ってやった方がスッとこう心に入るわけですよね。例えばよく先生が言われたのは、お前の島尾の猿見てみ、人のわからんとこでボケとか何でも積んでいくやろ、ここであんまよろしくないですけど、うん、こういうのを人にもわからんとて何かをするというふうな、そういう抜け目のないこういう仕草ってもう動物から学ばにあかんんだよということを聞くんですよ。例えばその猫をポーンと放り上げてみろと、上うんね、そしたらこう、はい、くるっとこう回転して走っていくけど、そのくるっと回転して下へ着地する時のそのステップを見てみろ。あ、なるほど。どっちかの足を先についてどっちかの足を次につく、でその時の屈伸の仕方とか、こういう足のその踏み込み方、こんなのを見てみろ、うん、あるいはライオンがその獲物を見る時にもう定める時に見つからんにこう、うん、とこ歩いていくわけですね、沈めながら、で体沈めながらここだっていう時にグッとこう行くわけですけど、その時の瞬発力をどういうふうに足を出すのかとか、そういうことを聞いてるとすごくこうこっちに響いてくるわけですね。なるほど、なるほど、うん、だその生徒に響かせるため の、うん、話術ってどういうことなんだ、うん、こういったことを第3章で言ってやるわけですね。第4章になってきますとね、はい、指導における急所っていうようなことで僕書いたんですけれども、話術でもっていろんなことを言うわけですけれども、だけどそれいつでも言ってもいいっていうもんじゃない、うん、本人が本当に自分はこうやりたい、だっていうかね、こうありたい、はい、僕は目いっぱいやった、やりきった、うんうんうん、でその瞬間にそれがいいのか、あるいはもっと良くすることができるのか、うんうん、で本人はそのここだと思った瞬間にそこにパッと当ててやるっていうふうなものが非常に大切だ。そこにものすごい強烈な喜びとか感激とかね、こんなものをそこに与えるべきなんだっていう、まさしくその指導における急所っていうのはそんなところにあるっていう、まあ、これも一つの話ですけれども、うん、はい、まあ、そういったことをこう書いてあるんですね。なるほど。で第5章になるとハンドボール技術に関することっていうようなことなんですけど、まあ、基本的には先生はハンドボールの指導者ですから、はい、ハンドボールに関することをたくさん喋られるわけなんですけど、はい、ハンドボール技術、例えばフェイントは分岐点が大切だってこと言われるんですけど、分岐点というのはその相手がその位置にオフェンスが来られると動けなくなるっていうか、うんうん、まあ、そのポイントって一体どこなんだ、はい、でこれは技術に関することですね、そういった技術に関するシュートに関することとかね、小さい人間でもどうやってこの上からシュートを決める、あるいは横から決めるか、はい、そのテクニック的な問題とか、はい、まあ、こういったものを扱ったのが第5章です、ね、あ、なるほど、もうスキルですね、はい、スキルですね、はい、で第6章は、まあ、緩みない組織を作るということで、例えばキャプテンはどうあるべきやとか、うん、あるいは集団というようなものをまとめるにはどうすればいいとか、うん、あるいはなんていうかな、
常にその実践を想定したその練習を作るとか、はい、そういうふうにその組織っていうものを実践でこの戦わせるためにはどうあるべきかっていうことをこう伝えている章がこの第6章、強い組織を作るみたいな、ね、はいはい、そういう6章に分けさせていただきました。なるほど、はい、大変各章のタイトルも興味深いんですけれども、はい、まず読むしかないんですけど、でも今回この著書をまとめられて、はい、その浅崎さんの金原先生 の, その指導 の, この核心っていう核、はい、何がその核なのかっていう、はい、どうお感じになってますか。それを一言で言うのは非常に難しいものですが、こう本にしたわけですけれども、私はもう先生とこういろんな話してて、最終的には人間が本気になるってことが一番大切だ、はい、どんなことに対しても本気になるってことが、その一つの分野で頭角を現すのはやっぱ実自分 の, その 120% の力を出し切るだけの本気度、これが必要だと。で当然選手にはその本気になることが求められるし、はい、指導者にはその生徒選手を本気にさせることが求められる。でそれができれば指導者はもう一流だっていうふうに言ってられますよね。あ、なるほど、本気にさせれば自然にうん、自分たちで伸びるっていう。そうですね、金原板先生は、お前はこうあるべきだっていうぐわっとこうねじ曲げて持っていくような、そんな指導じゃないんですね。はははあの本人がこうありたいっていうふうに、この方向へ伸びていきたいっていうふうに思ったら、それをどんどんその方向に伸ばしてあげる、うん、でお前が考えるのはまだまだ甘いぞ、その方向へ進むにはもっともっといろんな方向からそれに携わらなきゃあかんぞ、うん、まだまだ今の状況ではお前は本気になってない、はい、でその本気にさせるためにいろんな比喩を用いたり、先ほど言いましたように比喩を用いたり、はい、その気にさせるようないろんなことをここにこうくっつけていくわけですね。うん、最終的にその人間を本気にさせることによって、本当に小さな170センチぐらいの身長の人間でも全日本のエース格級として育っていった、はい、でそれが国体3連覇、52年、53年、昭和52年、3年、4年の3連覇につながったということですね。多分まま先生がご指導されれば、私はもっともっと続いたと思いますね。ああ、そうですか。はい、それで、この、宝物のグラウンドの中になんですけれども、はい、この現在、もう9月に出版ということなんですけど、この、価格とか販売先とか、今後どのようにその、普及させていくかという、なんかそういう、浅崎さんの、なんかそういう活動、そういう計画がありましたら、また教えてもらいます。特にその、私自身の計画というよりも、実はこのグローバル教育出版っていう、出版会社です、ね、はい、実はグローバル教育出版というのは、スポーツイベント社っていうようなところと、社長さんが同じなんですけれども、ハンドボールっていう雑誌を出版している会社です。あ、そうですか。でそこに言いましたところ、じゃあ一緒にやろうっていうことになりました。うん、で一応、富山県ハンドボール協会、氷見市ハンドボール協会、そして氷見高校 OB 会、うん、でこれで出版記念パーティーを9月の1日に行いまして、はいはい、それからみんなでじゃあ売っていこうっていうふうに、先生の教えをもっともっとたくさんの方に広めていこうっていうふうなことを考えています。皆さんでね、ちょっとそういうお騒がせで、はいはい、で金額もですね、あんまり高いと買ってくれないだろうということで、何としても2000円を割るようなっていうふうに、はい、申し言いましたら、1800円と税金ということで、新刊だったら大体それぐらいの値段かもしれない、はいはい、もう非常にその厚いカバーになってますんで、しっかりとこう本棚にも置いといても、よりよりにならないですから、はい、一家に一冊ということで、ぜひディクショナリー代わりに置いていただきたいですね。県内の書店で買えます。はい、一応私書店の方にも何点かお願いしてきまして、氷見市の、名文堂さんにも置いていただけるということで、はいはい、聞いております。なるほど、はい、ぜひこの金原先生の、人間教育の、はい、この本宝物のグラウンドの中にはですね、ベストセラーになることを、願って期待しております。はい、今日は佐々木さん、どうも今日はありがとうございました。ありがとうございました。